ランキングの結果が出揃いました。果たして何位でしたでしょうか。1位やったガラが書いてあるよ。あ、本当だ。黄色じゃないけど。気づかなかった。今までやったねー。はい、やりました。ありがとうございます。ございまーす。ビッグチャレンジ2が出てきてる。お。これでビッグチャレンジ2？ビッグチャレンジ3ってかなり厳しくないか。これだ。ビッグチャレンジ1位。ランキングで1位を取れる達成。どうなるの？と言いますと。じゃん、やったー、コンプリート、ブロンズミスズゲットしました。やった、また上がった、ベースポイント上がりました。やったね。はい、ということでリーグチャレンジ2がここね、ランキングで1位を3回取る、3回1回達成になってるから、あと2回取ればいいってことね。ここはランキング対象カップのコースを合計500回、これはまあ500回か、100回で結構頑張ったなって思ったんですけど、500回ね、なかなか厳しいリーグチャレンジ用意されてますね、任天堂さん。リーグチャレンジさんが怖いです。こんにちは、ヨウトウです。今日もマリオカートツアーやっていきましょう。 Here we go! ママです。キワです。ヨウトウは6歳のヨウト、4歳のトア、パパママまでマリオカートを楽しむ情報をお届けするエンジョイ系のファミリーチャンネルです。ぜひお気軽にご覧ください。今日はユアママコンビでやっていきます。はい、前半のリーグ戦かなりきつかったですよね。どうしても1位になりたくて、ロゼッタスーツとブロンズスーツが欲しかったので、レベルアップチケット想定外にたくさん使っちゃいました。パパもかなりやり込んだんですけど、6位でリーグダウンしてたので、結構厳しい方も多かったんじゃないでしょうか。今日からね、また後半戦始まったので頑張っていきましょう。今回は今日からスタートしたミーツアード館2の10連をやっていきたいと思います。はい、それでは早速見ていきましょう。ピーチ探検家とキノピコ探検家がピックアップ。え、ママ全部持ってない。あ、ママ、キノピコ探検家だけママ持ってます。ピックアップ探検家だけ。うん、内容を見ていきましょうか。確率、じゃん。え、ピックアップが2つずつとウルトラレア1つずつなので100分の9の確率ですね。うん、だいたいね、後半土管は100分の9のことが多いですよね。それでですね、昨日の動画でも紹介したんですけど、最近ピーチ探検家がすごいんです。リーグ対象の最適正コースに選ばれることがとっても多くって、ピーチ探検家、そう、ピーチ探検家、ね、大活躍しているので、今欲しいキャラの一人なんですよね。なのでね、ピーチ探検家狙っていきたいなと思います。今何個コースある？31個も最適正コースがあるんですよね。で、そうなんですよ、かなり多くって、で、あとボム兵キャノンのスキルもあのアップデート後2倍以上にポイントアップしたので、いいんじゃないかなと思います。後半のリーグ対象コースの適正は実は全部揃っているので、そうですね、まあこの中だったらピーチ探検家が欲しいかなって感じかな。ね、今日はですね、リセットどうしようかな。リセット4回がいい。リセット4回、じゃあリセット4回でやってみようか。リオちゃん、リセットお願いします。よし、じゃあ行こうか。はい、10連行ってみましょう。ゴーゴー。探検家欲しい。やったね、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 出るかな、出るかな、出るかな。スケルトン、スケルトン、ノリノリ。やったー、来たよ、来たよ、スター来た。最近ピーチ探検家がすごいんです。そう、ピーチ探検家で、ね、大活躍しているので、今欲しいキャラの一人なんですよね。なので、ね、ピーチ探検家狙っていきたいなと思います。この中だったらピーチ探検家が欲しいかなって感じかな。ね、
やったー、はい、ピーチ探検家ありがとうございます。ブーメランブロスレベルアップ。今日はね、ゆあちゃんに完全にリセット回数任せてみたんですよ。4回で。嘘嘘やった嘘。わー出た火のピーチ。いや嬉しい嬉しい、ありがとう。終わってる。レミ星出た、もうすごすぎる。あ、終わったよ。終わった。いやいや、すごいよ。イエーイイエーイ、欲しいって言ったらまた出たね。いや、すごい。まさか今日はね、もうそろそろ無理なんじゃないかなって思ってたんで。いや、ゆあ強いな、ありがとう。やったー。いや、嬉しすぎます、ありがとうございます。すごい。今日はですね、10連引いてみたところ、欲しいって言っていたピーチ探検家、まさかまさか引きました。やったー、ありがとう。本当にありがとう。ブツアレアがね、2つも出たんでね、よかったね、ありがとうございます。今週の金曜日、あさっての18日にマリオカート8デラックスの追加コンテンツでマリオカートツアーオリジナルのコースが走れるようになります。第1弾はパリプロムナードや東京スクランブル、ニンニン道場が追加されるということで、マリカツ大好きな岩党としては絶対走りたいと思ってます。なのでライブ配信します。やったー。時間はだいたい夕方の5時くらいから1時間程度の予定です。マリオカート8デラックスをやったことがない方も、どんな様子なのかちょっと気になるなって方も、ぜひ遊びに来てください。チャンネル登録がまだの方はぜひぜひよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。せーの、また見てね。